Uber Eats と YouTube で稼いで人生を楽しもう。仕事行かなくて、一応もう予報で出てたからね。今日はちゃんと予報通り降りそうだね。この後ね、真っ暗になってきたし、で夕方ぐらい止む予報になってか、それからちょっと働きに行こうかなって思ってます。じゃないとね、ちょっとダイヤモンド継続が間に合わないかもしれないからね。からちょっとね、夏のね、友達たちと旅行行く予定だったんですけど、ちょっと明日病院、母親ね、病院行ったり、あとラグ散歩行ったりするんで、明日夜から出発しようかなと思ってね。本当明日朝から行って海行ってって感じだったんだけど、明日夜から出発しようかなと思ってて、でもう明後日帰ってくるみたいなね。まあ今回遠出しないで千葉なんでね、顔出しに行くような感じになりましたけど、まあ明日晴れてくれればいいね。明日明後日、今日じゃなくてよかった。ダメ、泥だらけになっちゃうし。はい、待て待て、あー汚れちゃった。Thank you.
関係の一般市民を巻き込む事態へと発展しました。嘘だろ。この事件による死傷者を含め、うち1名が病院に運ばれましたが心肺停止状態です。現場で死亡が確認されたのは東京都渋谷区に住む橘直人さん25歳と、立花同じく東京都渋谷区に住む橘さんの姉橘日向さん26歳。警視庁では警戒を強めています。立花日向なでしこ終わってしまった。うん、9月からね、 Wリーグっていう女子のプロリーグが始まるからね、まあ、そこでより一層注目されてね、頑張ってほしいね。女子サッカーずっと好きだからね、面白いねやっぱね、ほんと。マナちゃんがいる間にね、もう一回ワールドカップ取れるぐらいに、あと1枚スーパースターが欲しい。あとボランチがもうどっちにしても成長し、ボランチの成長が必要だね。あと左サイドの成長はね、右サイドの清水と同じぐらい走れる左サイド、清水がすごすぎるねやっぱね、すごいスタミナ。でファンタジスタのゆいちゃんともう一枚欲しい。やっぱ田中陽子しかいない。スペインから戻ってきて WE リーグのどっかのチーム入ってくれればいいけどね。どっかのチーム入んないのかな。まだ次の所属の発表がないんだよね。まだ輝けると思うんだけどね。まだまだ海外で全然チャレンジし続けてもいいしね。で海外で成果出すっていうのでもいいけど。もっとねちょっと女子サッカーもいろいろ見てみたいね。 WE リーグになってからね、ニュースとかでもよくやるといいけどね。あとは男子だな。男子なんかすげえ調子上げてきてるからね。ようやく久保くん中心のチームになったっていうか、まあ、久保くんと双璧をなすぐらいね。堂安くんがいいからね。サッカーやりたいな。遊びで、俺はね全然遊びでサッカーやりたい。今日で病院とかね、整骨院に送るのは最後の予定。明日から自分でちょっと自転車でチャレンジしてみるみたい。まあいつでも電話するようには言ってあるけど、どっちにしても俺とか近所で配達してるからすぐ駆けつけられるから。昨日
か一昨日も料理作ったし、なんとか通常状態に戻ってきて、あとはラグの散歩ぐらいができるようになれば今まで通りには戻る状態です。結構ラグの引っ張る力が強いからね、まだちょっと筋力的に危ないかなって感じ。なんでラグの散歩はしばらくっていうかこれから先ずっとかもしれないけど俺が。今日この後夕方から、夕方っていうか夜から出かけて、で泊まって、で明日の夜、夕方か夜には帰ってきてって感じだけど、まあ、なんとかなるから。とりあえず今帰ってから夕方までは働こうと思います。その予定、野球の2回戦見たいけどね、予選の2回戦。サッカーは夜あるんだけどな、ちょうど移動時間なんだよな。まあ誠の車の中でテレビ見れるからそれで見るかって感じですね。10時40分ですね、1軒目スタバのワールドビジネスガーデンから打たせで570円ぐらい。さあここから夕方までやっていきましょう。ちょっと野球見たかったから録画はしてあるから、早めに帰って野球見てサッカー見てっつうのもいいな。なんか今日のね出発が夜9時らしいんで、サッカーも普通に見れそうですね。今ね目の前にイタリアチームって書いてあるオリンピックの専用車が走ってた。何の競技の選手だろうね。最悪です。これ持ち上げたらもう一気にコーヒーが垂れてきました。あーもうバイクの中コーヒーまみれ。最悪。もうね、サポートに電話してキャンセルはしてもらってます。ほんと最悪。くそ。一軒目の配達で。そういうことね。蓋をちゃんとはめてない。最初コップに穴が開いてるのかと思って。ああマジ鬱陶しい。ほんと一発目の配達でこれかよ。これもどうすんだよ。蓋をちゃんとはめてない状態で、てかはまんないじゃんこんなの。全然俺がはめたってはまんない状態だけど、あーこれでようやくはまったか。いやダメだなこれ、全然はまんないわ。こっちは大丈夫だね。こっちはちゃんと蓋だけ持ってもはまってる状態。うっとうしい。これどうやって持ってくんだよ。
いや邪魔くせえ。水筒も今持ってきてないんだよね。どうすんだよこれ。ちょっとしょうがないから一旦家に戻ります。スターバックス、まあ、元はしょっちゅうあるんですけど、今家帰って全部タオルとか交換してきました。コーヒーまみれになっちゃったんでね。ああめんどくさ。まあいつもよくしてくれてっからな。今回まあラップしなかった最初の頃以降初めてかもな。あんだけひどく漏れた。もう紙袋持ち上げた瞬間ジャーって漏れてたからね。さすがにこれ持っていけねえなと思ってサポート電話してキャンセルしました。今回サポートからねもう一度取りに行けますかって言われたんだけど、いやとてもじゃないけど行けませんっつって言って、まあバイクの中がもうコーヒーまみれになっちゃってるのと、そのびっちょびちょの紙袋とかまだ蓋が外れてるねコーヒーとかを持って動ける状態じゃないんで、まあそれは断りました。自分でねミスしちゃったなって感じだったらね、もう急いでお店行ってでまた新しく作り直してもらって謝ってって感じでやるんですけどね。でお客さんにも謝ってって、もう今回は全然そうじゃないんでね、もうあの新人っぽい男の子だったんですけど、コーヒー作ってんのが、まあラップ巻いてラップをちょっと強めに巻いてんでしょうね。で蓋を押してもポコンって開いちゃう状態。ラップはただのね隙間を埋めるだけの材料なんでね、もうゆるーく巻かなくちゃいけないのに、まあ、ちゃんと教わってないっていうか覚えてないっていうかね、それではめてくんないといけないのに、もう完全に蓋が浮いて上がっちゃってる状態で運ばされた状態ですね。だから中で倒れたとか揺れでどうのこうのとかそういう問題じゃなくて、もう蓋が開いてるやつをバイクに積んでそのまま運んだ状態。まあさすがに無理ですね。ほんと大迷惑で、これをねもう怒りに行きたい気持ちもあるんですけど、いい加減してくれよって。まあやっても何の意味もないっていうかね、逆にこっちがアカウント停止食らったりとかそういう可能性もあるんでね、もうこれは泣き寝入りしかないんですけどね。サポートの人にも言いましたけどね、これもう何とかしてくれよってちゃんと言っといてくれって言いましたけど、まあ何もしないでしょうね。じゃないとねあの人が治んないとね同じこと繰り返される可能性あるんでね。でスタバの場合ね上をテープで閉じられちゃうんで、いちいち中身確認できないですからね、蓋がちゃんと閉まってるかどうかなんて、はまってるかどうかなんて、もう店員さん次第なんですよね。まあ今までは本当全然ちゃんとなってましたね俺は。まあことはホット 3,4 回食らってるっつってましたけど、まあ主にホットですよね。だいたいホットの蓋をはめるときにラップは間に挟んでって感じなんで、まあ何かいい方法を考えるか、ラップ挟んだ後にテープでさらに固定してもらうかとか、なんかちょっといろいろ対策してくれないと同じことがまた起きるかなって感じですね。まあロスタイムは食らいましたけど、とりあえず家の近くだったから良かったです。家行ってタオル全部交換してゴミ捨てて、一応配達料はねその配達先での破損でキャンセルで配達料は入るんでね、
これで配達料も入んなかったら最悪ですけどね。あと取りに行っちゃったりすると、それでまたその一配達でのって感じになるんで、まあ時間分の反映はされるだろうけど、多分損しちゃうんでね。まあ自分のミスじゃなきゃ極力取りに戻ったり作り直しで戻ったりとかしない方がいいとは思いますけどね。もう家帰った瞬間にもうそのまま今日はもうやめようかなって思っちゃった。スタートの一発目でこういうの食らっちゃうとね。まあでもいいや、とりあえずもうちょっと頑張りましょう。すんげえウバックを斜めに背負ってる配達員が目の前通った。お店側じゃなくてマンション側に向かっていくから背中に入ってんだろうに、すんげえ斜めなんだけど、まあそれはいいとしてならなくなった。ああリズム崩されたわ、くそー。キャンセルして干されるとかあんのかな。そういうの食らったとしてもイラッとするしね。だよ、まあこういうことも込みでやっていくしかないんだけどね。こんなのにいちいち怒ってる場合じゃないんだよね。なってくれりゃね、またポンポン配達できてりゃ。ただ1軒目にあんま食らいたくねえな、こういうのは。しばらくもうバイクのボックスの中コーヒーくせえだろうな。やっぱね、しょっちゅう見かけるね、まあ1年以上見かけるベテラン配達員はね、スポーツバイク乗っててもね、背中がまっすぐなんですよ。やっぱいつも見かけない新人の人とかはね、ほんとね、自転車乗っててね、スポーツバイクの人とかはもう背中斜めになってる。明らかに運んでる配達の時で斜めになってる。液体なら一発アウトで、まあお店次第だけどね。お店が完全に液体こぼれないようにやっといてくれれば大丈夫だろうけど、あとは丼もんとかはもう酔っちゃいますね。寿司とか一回ね、でっかいガラスの前とか通って見た方がいい、背中がどうなってるか。よし、2軒目なりました。クリスピーチキンからウタセ 1.1kg490 円。その前に 3kg 超えの440円ぐらいあったけど、それ取んないでよかった。お疲れ様です、ウーバーイーツです。3軒目、カツ丼専門店ってとこ、よく見たらトフロだった。から打たせ 1.8kg 540円ぐらい。いやー、今ガソリンふと気づいたらもう残りわずかだった。危ねえ、気づいてよかったわ。初のガス欠やるとこだった。普通にね、朝とかだいたい満タンで迎えてくから満タンだろうなと思ってて見もしなかったけど、危なかったぜ。今アストリアさんいたけど、新しい自転車買ったんな。かっけえ色の自転車になってる。から打たせだったわ、確か。バカ540円。
れ様です。ウバイツです。次すごいの来たな。マックのテクノガーデンから若葉で 3.4 キロで690円。マックで一番高いんじゃないのこれ、今までで。 3.4 キロだしね。なんだろう、次が花丸うどんのプレナから浜田で3キロちょっとで、これもいいね、700円超え、いい感じですね。ビタミンでお疲れ様です。ウバイツです。いやー、鳴りが良くないね、今日土曜日だけど。全然鳴りが良くない。ちょっともうダイヤモンドのポイントは無理そうだな、夕方までじゃ、夜までやんないと。でもいいや、もうサッカー見たいから、ダイヤモンドのポイントは今回は諦めましょう。あと数件やったら終わりにしよう。野球も見たいしね。7軒目ロッテリアから本郷の2かな、3キロちょっと600何十円か。行きましょう。これでやっと平均600円ぐらいまでになったな。やっぱ選ばないとダメだね、本当。結構安いのと混ざってる今日は。お疲れ様です。ウバイツです。マックの14号から浜田、3キロぐらいで590円。お疲れ様です。ウバイツです。しょうがない、これ行くか。スタドンから幕張号 2.2 キロで470円。お疲れ様です。ウバイツです。よし、サンチャヤから幕張4で 2.2 キロ520円ぐらい。お疲れ様です。ウーバーイーツです。11軒目スタバのワールドビジネスガーデンから打たせ、これで終わろうかな。帰ってラグ散歩行って飯食いながら動画作って野球とサッカー見て、で夜出発。そんな感じにしよう。今度はホットじゃねえから大丈夫だ、コールドだから。ホットでさっきの男の人だったら言わねえといけないな、ラップを強く巻いたらダメですよって。そんなの、お疲れ様です。ウバイスです。アイスなんだけど、ホットのなんか容器で渡されたけど、これ大丈夫なのか、ちゃんとアイスになってんのか、ちょっと確認してみよう。怖え。あと蓋もちゃんとはまってるかどうか、テープ剥がせねえからな。透明のもプラカップは使わなくなったのか。
通に紙のカップにあの白い蓋にラップしてあってって感じ。コールドでもね、まあ、触った感じちゃんと蓋もがっちり閉まってるっぽいからきっと大丈夫なことでしょう。っていうかさ、袋が開けられないからちゃんと確認できないけど本当に大丈夫なのかね。コールドも本当にこの容器なの？あのホット用の飲み口がちっちゃいやつでラップしてあってやってあるけど本当にこれで合ってんの？謎のオートロック開けてくんない案件たまにあるよね。で、2度目また鳴らしてオートロックお願いしますって言うと当たり前からのようにはいどうぞって開けてくるけど謝れよって思っちゃう。なんなん謎だよ。そして謎のねエレベーター降りたらもうエレベーターの前で待ってるっていう、てか置き配指定じゃん。謎なんだよ。日本人じゃないのかな、名前が難しい字だったけど謎すぎるよ。帰ろうと思ったけど次いいのが鳴ったから取っちゃった。ミッドツリーで幕張5までで600円後半ぐらいだったかな。行きましょう。お疲れ様です。ウーバーイーツです。次ドロップセッカー近いスキアで 0.4 キロで400何十円つ400なし80円ぐらいだったかなを取りました。お疲れ様です。ウーバーイーツです。次サンチャヤから打たせ 3.7 キロ600何十円行きましょう。連続でずっと鳴っちゃうからでもこれで終われたら終わろうかな。いやもうちょっとやろっかな。ダイヤモンド継続あと7ポイントになってたな。だこれ次やってその後2件か3件やりゃいいんだもんな。ちょっと継続しよっかな。お疲れ様です。ウーバーイーツです。次がスタバのワールドビジネスガーデンから打たせで3キロちょっとで600ちょっと行きましょう。あれ1件で1ポイントしか減んない。この時間になったらそうなるんだっけ。無理だな。次行っても残り5ポイントも取んなくちゃいけないでしょ。5件もそんな無理だな。サッカー始まっちゃうしもう次で終わろう。次で終わります。お疲れ様です。ウーバーイーツです。4時で終了ですね。15件8900円。